ヘイゴに元気ですか？ IFBB プロのカネキンです。もう今日の動画はご覧のように、超特別ゲストが、わざわざカネキンジムまで遊びに来てくださってます。多分誰って思ってるかと思うんですけど、プレイヤーネームグリードと言いまして、コールオブデューティーという FPS ゲームでプロゲーマーとして活動してゲーム配信もしてます。で、以前ゲームのイベントでカネキンさんとコラボしまして、で、ね、でちょくちょくウォーゾーンっていうゲームでも一緒にプレイすることがあり、で僕もね、普段から筋トレワークアウトをしてかじってるので、今回カネキンさんにちょっとワークアウトを教えてもらおうという感じでやってまいりました。okay. 今日は僕の胸トレーニングで OK ということなので、もうカニキンジムを貸していって、早速今からチェストで行きます。最後までお楽しみください。一緒に、ゲームを何度かさせてもらったことがあって、僕は初心者だからといって、全然手加減とかしてなかったので、僕もトレーニングはもう僕のトレーニングそのままぶつけちゃって大丈夫ですか？わかりました。ダメって言ってもぶつけます。1種目目は、スミスマッシングを使ってインクライン、ベンチをインクラインにして、胸の本当に鎖骨あたりの上部を狙います。のギロチンプレスをやっていきます。拳がちょうど肘の上に、真上に来るぐらいが、ベストぐらいです。ちょっと硬いね。僕も同じ硬いんですけど、肩甲骨を締めるっていうより、なんか加勢させて下げて、なるべく下に落として、そこからちょっと背骨の上の方、肩甲骨と一緒に、胸を、なんて言うんだろうね、胸を開く感じかな、肩甲骨を締めるっていうよりは。意識は胸の方とか、肩甲骨とか。そうです。ここから本番なんですけど、本番というのはワーキングセットに入るんですけど、ちょっと今日はテンポにこだわります。感覚的には、1、2、3、1、2、3、1、そんな感じ。簡単な動作をちょっとタイミングとか操って、重量を扱う期間を長くすることによってかなり効果があるので、下ろすに時間かけるんですよ。結構もうかけます。普段の倍ぐらいと意識するって考えれば、僕が数えますとしたら、ちょっと同じ重量でそこで見るか分からないんですけど、ちょっと一旦、10回いければ、1、2、3、ストップ、1、2、3、ストップ、1、2、3、ストップ、1、2、3、下でもっと止める、1、2、3、そうそうそう、1、2、3、ストップ、1、2、3、ナイス。あと2回いきましょう。1、1、2、3、ストップ、1、2、3、ストップ、これラスト。ゴー、プッシュ、プッシュ、プッシュ。OK。いいですね。いや、こんなゆっくり時間かけたことないかもしれません。筋肥大っていうのは一番大事なっていうのも変ですけど、全部大事なんですけど、このマイナスの動きっていうのがすごく効果的なので、粘る力っていうか、あと止める力、辛いところで止める力と、あと抵抗する力が結構効きにくい。爆発的にボン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 押すのもいい時あるんですけど、どっちかというとそれはアスリートとか瞬発的な動きとか瞬発力を上げるためとか、それも結局は効きにくいにつながるんですけど、ボディビルダーはもう体がやる簡単な自然な動きをただわざわざ難しくしているような、抵抗するレジスタンストレーニングみたいな。これでラスト。ゴー。プッシュ、プッシュ、スクイズ、スクイズ。オッケー。
ゴーティーの前にちょっと上げるのが早かった。逃げようとして。ダメです。じゃあ2種目目はインカインベンチをまた使って、今度はケーブルで。なんでケーブルなんですか？ケーブル、まあその安定した何ですか？安定した軌道？軌道じゃなくて、まあ安定した刺激がずっとプラスもマイナスもずっと入ってくるので、まあケーブルは結構まあ すごくいいマシン。ケーブルマシンがないジムはちょっと。残念かなっていう感じ、こう持ってアンダーグリップでグリップを持ってもらって、胸に、肩甲骨を下げて胸を思いっきり開いて、ここがスタートです。ここからここです。ストレッチ、スクイーズ、気をつけてほしいのはこう肘をこうやって開いたり締めたりしないように、なんか変にこうしちゃうと、まあバイセプスとか前腕にすごい入っちゃう。でも胸を使って開いて締める感じ。今回早いっていうことで、もう今回もうバンバン、まあ意識テンポ的には普通に見えても、頭の中では、まあ、こっちを丁寧に刺激が残ったまま伸ばしていく感じで。重量はまあ、20とかいきます、ね、OK、15ですか。肘がもうちょっと開いて、そうそう、ケーブルの軌道でこうやって一緒に肘がついていく感じ。そうそうそう、2、3、4、5、6、7。ちょっと重かったかな。Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 Let's go. 9。 じゃあパーシャル 2,3 回ぐらい。 1 2 3 Let's go. OK。グリオさんって結構胸トレーニングが、まあ、得意なところもあるので、フォームに関してはまあそんなになんか大げさに直さないといけないところとかはないんですけど、トレーニングの強度とか追い込み、結局追い込みがフォームができてからしっかり追い込めないとそれも意味ないし、追い込みだけできてフォームがめちゃくちゃだったら今そっちも意味ないので、まあ、全部合わせてなので、まあ、今日は全体的に見てとにかく、追い込んでいきます。Would you read my letter if I had it said?3種目目はディップスです。まあ、胸のカーブとか、まあ、3頭狙いとかでもいける種目なんですけど、まあ、今日は胸のカーブをメインに狙っていくので、まあ、バーの幅は、まあ、肩幅よりちょっと広めぐらいで、久しぶりにやるな。こう持ち上げて、でちょっと上半身を前かがみになって前に倒れながらこのまま、っていう感じ。まっすぐアップライトになってしまうと結構まあ3頭に入ったりとかなので、前に倒れてそのままやる感じです。ディクラインベンチがないので、まあ体をディクラインにするっていう感覚。フリオさんはこういうのとかやったりします？ディップスは胸の日じゃなくて腕の日にやってますね。ああ、三頭狙いで。じゃあちょっと今日は胸狙いでやるので、まあ、結構これって自重トレーニングなので、体重があればあるほどきついっていうか。いつも加重してますね。ちょっと
あんまり最後の方に持ってくる種目なので、もう自重で十分という感じで、それでちょっと、でかそのまま足を持ち上げて前かがみからもともともとそのそこからそうそうですそうです、なるべく、そうです、頭をなるべく前に出して足をなるべく後ろに出せばそうです、でヒップここは固定するように、まあ、ブラブラならないならないように、そうですそうです、ですからナイス、まあ限界までということにしましょうか今日は。刺激の場所が若干レップごとにずれてしまうので、体幹をしっかり固めながら、まあ、難しいですけどね。この種目は本当に難しい。これもう本当自重できない人いるんですか？もう一回もできない人も多いの方が多いかもしれないです。私多分できない気がします、ね。やります。絶対マネージャーさん。面白いんだよ。何でした？気をつけてください、ね、こうして、そう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 、ちょっと前かがみになって、前かがみになって、きますよ、これ、これ、相撲できないじゃん、怖い、怖いです。で、ちょっと下がって、進めてください。下がれない、下がれないもん、下がれないじゃん、ちょっとね、もう、ここが、そうそうそう、ちょっとここがおかしなことになりますね、釣りそうでしたよ、びっくりしました、まず、斜めになれない。グリードさんに新たなリスペクト。この辺じゃないか、釣れそう。腹筋。もう腹筋と、そうですね、脊柱とか、脊柱起立筋とか。4種目目。多分これが最後。多分。でも胸トレーニングで良かったと思います、今日は。肩とか腕トレーニングだったら今日は。多分、1日2日ぐらいはゲームできなくなります。多分、プロゲーマーが、アマチュアゲーマーのレベルぐらいまで落ちますよ。4種目目、ケーブルクロスは、まあ、名前の通りケーブルマシンを使って、今度はケーブルが下の角度から上に来ます。これ気をつけないと、ものすごくバイセプスとか前腕に入ってしまう種目、まあ、肩にも入ってしまう種目なので、まあ、フォーム的にはしっかり肩、肩甲骨を稼いさせて、肘は若干曲げたところ、この状態を保ったまま、胸を張って、そして上げる、スクイズする。そのまま下げて、そのまま上げる。しっかり呼吸を忘れずに、ストレッチの時は、空気を吸い込んで、収縮的に息を吐く。って感じ。OK! これはもう仕上げの種目なので、本当に軽くします。もう20回絶対できる。20回から、限界までいける順番でいきましょう。今日は終わりです。今日は終わりです。
すごいすごい。なんかいきなり、まあ、僕のトレーニングをやらせたんですけどフォームとかはもともと結構トレーニングやってることもあって、はい、まあ、結構まあ、うまい方だと思います。特にムネトレーニングは今日見る限りはなんですけど、まあ、今日特に伝えたかったのが、まあ、追い込み、はい、まあ、これぐらいの強度もあることが頭に入れば、まあ、次からはもう少し追い込むレベルを上げていければ、まあ、今後にいい結果につながっていく。今後に今後に筋トレとしてこれからやっていくみたいなそうかそうか、ゲーマーでしたね。一応ゲーマーですまあまあ、でも、もちろん、皆さんがクオーントレーニングを見ていきなり飛び込んで、まあ、そっくり真似してもいいんですけど、結構正直言うと今日はまあ中級者から上級者レベルのトレーニングなので、まあ、僕がおすすめするのは今日のトレーニングを、まあ、4セットずつではなく、まあ、3セットずつぐらいに下げて、まあ、その分もう少しフォームをしっかりもっとフォーム固めながら、徐々に僕らが使ってた重量より若干軽くして、それを徐々にいいフォームで上げていくことを、おすすめします。この後実はグリードさんが僕の家に来て、そして僕がゲームしてる様子を、まあ、見てくれるので、まあ、次は僕が多分いじめられるかもしれない、まあ、その様子とかを見たい方、あとグリードさんのゲームチャンネルとかグリードさんの、まあ、日常生活とか日常生活も載っけてましたもんね。たまにですよ、たまにほぼゲームですけど、まあ、よかったらグリードさんがもっと知りたい方はぜひぜひ動画詳細欄にグリードさんのチャンネルリンクを貼っておきます。チェックしてみてください。グリードさんどうでした？いや、ありがとうございました。もう本当になんかもう真面目に、もう本当普段から筋トレしてるのなんですけど、真面目にただただ筋トレの質問ばっかりしちゃって、これでよかったのかなと思ったんですけど、でも本当普段僕重量重すぎたと思いましたね、やっぱり。まあでも僕も見たんですよ、グリードさんのそのチェストトレーニングの様子を。びっくりするほど重量は使えてて、だからそっちは結構もうカバーできてるから、今日はもう少しそのなんていうのネチネチ追い込み系を見せたくて、そうそうそう、まあ、理想的にはまあ、フォームをもう少し徹底的に固めながら、今扱ってる重量にまで持っていけたらもう最強ですね。なるほど、わかりました。じゃあ今後の活動のちょっと力にしたいなといや、ありがとうございます。じゃあ皆さん動画をここまで見てくれて Thank you very much。 もう一度言いますけど、グリードさんのチャンネル概要欄に貼ってます。興味ある方はチェックしてみてください。この動画好きで少しでも役に立ったら LIKE ありがとうございます。コメント欄に皆さんのコメント感想をご自由に、登録しない方は Subscribe よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。 Work hard See results. Thanks for watching and I'll see you again soon. Cool, cool, how I